はい、こんにちは。今回ですね、駿河トラフと相模トラフに注意せよっていうふうにタイトルにしました。まあ、要するに、駿河トラフと相模トラフっていうのは、ずっと日本の真ん中を通って、先頃起こった、能登ですね。あそこと、つながってるんですよ、プレートのラインが。結局、能登地震ってのは何があったかっていうと、2000年以降の地震っていうのは、ほぼ全て目的がありますね。標的がちゃんとあるってのわかります？今日はちょっとそれ3つの資料から、ちょっと導き出す予定なんですけど、その前に冒頭で見てもらった、憲法94条を、憲法94条を廃止しようっていう、動きっていうかもう自民党の中ではこれでも決まってるんですよ。で、憲法94条って何かっていうと、これ地方自治法で、地方公共団体、例えば明石市とか、いろんな市とかありますね。地方の。そういった都道府県、地方公共団体はその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができると。この94条を、つまり地方公共団体っていうのは、都道府県っていうのは、自民党の中央政府とは別に、その財産を管理し、そして事務を処理し、及び行政を執行する権能があると。で、法律の範囲内で、いろんな条例を制定することができると。要するに独立自治がちゃんと認められてるんですよ。憲法で。で、これを排除することによると、排除することによって、自民党の思い通りに、県に命令したりする、都道府県に命令して、動かせるっていうふうに、今しようとしてるんですよ。こんなことがね、憲法を変えるなんていうのはもう戦後一回もできないし、要するに緊急事態条項を、人間の基本的な人権をなくして、憲法そのものを変えるってのは非常に難しいんですよ。例えば、憲法第1条、11条、第3章の国民の権利及び義務、あなたが日本人として、人間として日本で生きる日本国民として生きる権利と義務ってありますね。第11条、国民は全ての基本的人権の共有を妨げられないと。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民に与えられると。第2条、第12条、この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によってそれを保持されなければならないと。また国民はこれを乱用しては、ならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を持つと。13条。すべての国民は個人として尊重されると。生命、自由、及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、一方その他の国政の上で最大の尊重を必要とすると。こういう基本的人権ですね。これを取って、前の動画でも言いましたよ。稲田とか。あと自民党だら憲法改正して、あなたの、個人として尊重される生命及び自由及び幸福の追求に対する国民の権利を剥奪して、誰でも徴兵して、そして戦場に連れて行くと。そしてそこで戦わせると。で、自分たちは安全なところで美味しいご飯を食べていると。で、それに反すると、裁判も何もしないで、牢獄に入れるとか、それどころか、国に対する反感をYouTube なんか流しただけで、捕まっちゃうとか、下手すると特高警察みたいなのがいろんなところにいたり、国民の中にもいろんなのがいて、それ誰かが電車の中でちょっと話しただけで、その人をしょっぴいて拷問したり、こういうことができるような社会にしたいっていうのが、稲田とか、ヒゲのなんとかとか自民党の考えなんです。そしてその考えってのは結局はもう、ディープステートから命令されて、日米合同委員会で官僚が命令されて、そしてそれが岸田のところに上がって、自民党はそれを今、検討してると。だけど、この国民の権利まで奪う憲法改正ってどうも無理だと。というところで94条ですね。地方公共団体の、自治権を奪うことによって、自民党政府から、その各自治体に命令して、例えば、東京都でもいいですし、小池ですね。あと名古屋でもいいですし、いろんな明石市でもいいですの府庁とか、首長に命令して、自民党のこういうのに反した時は、各自治体がしょっ引けと、で、やると。あと変なものを強要するときは、
全国の自治体に言って、これを国民に強要しなさい。こういう法律にしたいんですよ。で、いろんなことをやっぱり、まあ、研究して、基本的人権を奪うのは無理だから、それだと、だから、地方自治法94条を消滅させましょう。消滅させることだって憲法をいじることだから、これ、国民の投票が必要になるはずなんですよ、過半数が。だけど、そういうのをうまくごまかしてっていうふうに、今、やろうとしてるのが、今回のあれなんですよ。冒頭のショートなんですけど、まあ、冒頭のショートと今言ってますけど、今、本文を制作してる段階では、冒頭にショートを載せるつもりなんですが、このショートを載せることでも非常に危険なんで、もしかしたら、この載ってないかもしれません。その載ってないのは、私の持ってる他の YouTube サイトにも一回上げてですね、通るかどうかを見てるんですよ。で、通らないと思ったら、このディープマックスのだ、ショート切っちゃうんですよ。だから乗ってない場合はもうショートを切ってますね、日本も。はい。で、地震の話題なんですけど、それを通すために、緊急事態条項を通すために、多分今年からすごい国民に恐怖心を与えるようなことをしてくるであろうっていうのはもう目に見えてますね。緊急事態を起こすんです、わざと。で、それを通そうとか、この大きな出来事の陰でパッと通しようとか、まあ、松本人志のこととか、あと、いろんなことありますね、今。まあ、そういうのもですから、その陰で今、この94条を通そうって、そういうのに結びつける人もいますし、まあ、あるいは、スマートシティ構想。地震が起こるところには必ずスマートシティを作る計画があるという人もいるんですけど、まあ、それをちょっと調べてみたら、スマートシティは別に被ってないんで、そのあたりのことを言ってる YouTuber って、あんまり言論人っていうか、なんかちょっとこう、なんだろう。こう、変な格好してるような YouTuber が多いですね。変な格好してるような YouTuber と顔出ししてないような YouTuber が、早速、地震の起こる場所にはなんかスマートシティができるって言うんですけど、実はそうではなくても、もっと綿密な目的によって常に起こってるんですよ。その綿密な目的、ちょこちょこいろんな動画で言ってるんですけど、まあ要はそれはこれから日本人を、まあ、戦争に連れて込んで、その前に、まあ食糧危機とか起こすと。なぜか2024年から物流問題って言ってトラックがこれまでほとんど事故がないのに、積載量とか時間制限ですね。トラック運転手さんのドライバーの時間制限をして、物流も今破壊してますね、岸田が。はい。こういうのはもう全部、もう計画的に進んでますよ。この地震もそうですけど。まあ、その中でじゃあ、駿河トラフと、駿河トラフと相模トラフか。これがなんで危険かっていうと、まあ、アガッセの葉で出てるんですよ。で、まあ、アガッセの葉で、葉っていうもののご利益を受ける権利のある人とか価値のある人と、そうじゃない人って、ちゃんとアガッセって分けるんですよ。私のこの予言をきちっと聞かせる価値のある人と、そうじゃない人にちゃんと分けて情報を、共有すべきであるっていうのは出てて、それは要するに、まあ昔からインドで言われてる、霊的な文化の中で言われてるのは、教えを汚す人たち、教えを汚す人たちって言って、それはもう社会の過半数の人たちで、まあその人たちは例えば、何にも、まあベーダも研究しないし、仏教もちゃんと研究しないような人たちで、ただただ、南海トラフと、中トラフじゃないや、駿河トラフと相模トラフに注意せよっつってこう、私の動画から、まあ、見てるような人たち。その人たちが、そんな大地震が起こって日本の運命を左右するようなものを知っても、しょうがないどころか、わーわー騒いで、本来の理にかなった宇宙の動きを阻害するような人たちなんですよ。そういう人たちには届けるなっていうふうに、もう昔から言われてるし、なんか最近撮ったアガサにもそれ書いてあったんですよ。そういうところで、情報はすごくもう凝縮して、出しますけど、もう相模トラフと南海トラフに注意せよっていうだけでも相当情報を出してるんで、まあ、YouTube を見る人はそれだけで判断してください。それ以外の人は私のメンバーシップの中に入って、きちっと経典や聖典を私から学んで、そういう人たちのみこれから特にやります。前回、六本木ヒルズでやりましたと。その時講演会で発表しましたと。そうしたところ500人ぐらいの人が集まって、そしてそれを聞きましたと。そしてその中で、まあ、私がその場所を行ったところ、能登半島に実は、別荘を持ってるっていう、まあ、初老のおじさんがいたんですよ。で、その人が質問してくれて、能登に今行っても大丈夫でしょうかって聞かれたんです。いや、今行かない方がいいですよと。この9月から何日、いや、それどころか、もう半年とか、半年以上とか、まあ、なるべくもう1年ぐらいは行かない方がいいですよと。で、次の歯を取った時にまたその答えが出てくるんで、それを聞いてからまた行く時は判断した方がいいですよって言ったところに、まあ、すぐに、1月1日に本当に怒っちゃいましたね。あれが、アガサさん、まあ、やった、
東京から北西の、何百キロだったかな、何百キロ圏に起こるって言って、そう、私は多分、金沢とか新潟とか能登とか富山、あと、長野県あたりのこのラインはずっと全部注意した方がいいですよって言ったんですよ。それに対する質問なんですよ。で、もろに起こりましたと。もう一箇所あるんですよ。それがですね、この南海トラフ、駿河トラフをうまくカバーするような場所、あるいは、距離からすると海の中に、震源地ってありますね。あれから判断すると、もしかしたらもっと東京から南側かもしれないと、場所なんですよ。まあ、それとともに、今、マガッシャが、予言した、半年前に予言した2箇所ってのは、この、能登、金沢、新潟エリアと、あとそのもう一つなんですよ。このエリアってのですから、東京から見て南から、西にかけてなんですよ。この中で私が標的っていうふうに思える箇所はちょっと、一箇所とここじゃないかと思うんですけど、今日ちょっと朝、今日は2024年の、1月の28日かな。今日朝9時ぐらいに、アクアライン、東京湾のアクアラインを震源とした震度4ぐらいの地震が起きましたね。このあたりも有名な B 社が工事をしたっていうところがあって、このあたりも危険ですけど、このあたりもやっぱり相模トラフラインですね。あと、もう一つ私はいつも常に皆さんにお話しているのは、地球号がどこ動いているかですね。私の Facebook に会員になってあると、そこに結構地球号の動きが定期的にこう上げてくれる人がいて、その人の地球号の動きの、ちゃんと図面も入ってるんですよ。地球が今ここにいますっての動きを見てると、やっぱり、私の言ってる、その駿河トラフの危険地帯か、まあ、茨城沖の危険地帯、地球号って、この3ヶ月ぐらい前からいるんですよ。で、能登には2年ぐらい前から、そのあたり、うろうろしてるのは、よく上がってるんですよ。だこれなんか見てると、あ、やっぱ次ここかなっていうのは、すごく、予測できるんですよ。で、まあ、そこにですから、その情報をもとに、アガスチャっていうのに、予言書にこう、聞くと、まあ、前までは、地名を出さないと、こことこことことこと、どこに起こるかって言わないと、出なかったんですけど、今、東京から北西に300キロであって、震源は海の中にあるとか、その際津波が起こるので要注意とか、そういうものにも、能登地方で起こったような地震、本当に出てくるんですよ。場所も、アガスチャの方から何百キロっていうのを指定して、まあ、そのですから中心にあるのは東京というのは中心に考えられていて、まあ、前の動画でも話しましたけど、まあ、東京っていうのは私が、まあ、お札埋めたり、ああいうふうに、結界張ったり、いろいろこう守ってたんで、どうも一番起きやすい東京に本当に起きなかったんですけど、いよいよその結界も切り始めてるような気がするんで、まあ、これから要注意ですね。ですから、アガスチャの言った2箇所っていうのは、実は、金沢能登方面と、もう一つが、まあ、南部、あるいは、南西部なんですよ。で、私がそこで、まあ、ターゲットになるのはここじゃないかっていうのは、ちょっと一箇所あるんで、まあ、それはですから、もう、根の年から始まる、ディープステートの一連の計画の全てに入ってる標的が一個あるんですよ。それはですから、まあ、能登の場合、油田ですね。それと、一番目障りな場所が一個あるんですよ。南から北西日本に。あと、茨城沖っていうのがあるんですよ。あれ、すごく、あそこには、大油田が眠ってるんですよ。なんか、200年分の、日本の全てを賄えるような油田も眠ってるんですよ。北茨城って。ですから、このあたりもちょっと標的になりそうですね。はい。まあ、今日は以上ですけど、まあ、次の、まあ、講演会、もしくは、その、食事会ですね。そこでちょっと凝縮して、さらに、3月の頭に行ったのを3月の下旬にやる、次の帝国ホテルと、あと、京都の講演会で、皆さんに地震情報とか、またさらに、まあ、中台戦争とか、今もう戦争の準備始めてますね。東京都の麻布の下に、シェルターを作ってますと、こういう動きも全部もう、日本を戦争に巻き込んだり、あるいは日本の主要なエネルギーを日本人に使わせないように、日本を危害に陥れるような、こういうもう流れで、あと戦争に駆り出すっていう。もうこれがですから、DS の一連の計画で、そして、まあ、ウクライナ、イスラエル、そして次はもう、こちらの東アジアですよ。ですから、この流れの中で見ていくと、アガスタの予言とか、あと、私のよく使っている旧約聖書とか、あと、ひつく神女ね、これ全部その流れに乗ってるんで、そこにピンポイントで私がこれで、まあ、地震とか、次に起こる中大戦争の危険な時期とか、まあ、あるいは食料危機がどのぐらいで来るのかとか、ハイパーインフレ、もうハイパーインフレ起こってますね。もう、アメリカに行けば給料が上がるなんですけど、アメリカに行ったら給料が上がるけど、それ以上に、物価も上がってるんで、日本なんかまだ安い方ですよ。はい。このように、ですから全体の流れを旧約聖書と
筑紫の助言で見て、あと DS とか、まあ最先端の量子力学とかそういったものを駆使して全部、考えて、その上でこれでピンポイントで次の地震の予測値とか、まあ、あるいは起こる出来事、まあ食料には変わっておいた方がいいかとか、まあそういうとこ全部見てるんで、まあ私のチャンネルはもう本当に冗談にならないんで、本当はもうちょっと誰か、なんだろう、まあ私がツッコミでボケを一人入れて、なんか私の中でボケでこう、いやいや、私なんかもう、ですから、阪神タイガースが優勝すれば、もう私はそれで何も言いませんって、ボケてほしいんですけど、そうした方が見やすくなるんですけど、まあちょっと、そういう人いないんで、こういう、本当にもうリアルな、冗談にならないような、あれですね。ですから、まあ、上がってたのが本当に聞きたいんであれば、自分で上がってたのを取ってですね、そこに載ってるんですよ。あなたが今住んでる家は、この2年以内に大地震の被害を受けるとか、そういうのはですね、その個人の予言が集まるとすごく情報になるんで、取るといいんですよ。そうすると、その人の家がどこにあるかで、その人はそれを見て自分は回避できるわけですね。それはその人の、じゃあ自分の運命を、このアガスタを使って変えるっていうことですから、それはアガスタを受け入れるんですよ。ですけど、多くの人に、アガスタも何も知らないんで、私の今回のサムネイルかなんか見て、ちょっと見て、おお、次あそこ起こるんじゃないか、とかっての、こう噂に広めちゃうと、そうするとその噂の中で、そういうのを聞いた人が、本来死ぬべき人とか被害を受ける人が、受けて、日本の運命をちょっとずつ左右する人が多数出てくると、それをアガスタはイスラム圏に流したりして、本来9月に起こる能登地震を1月に遅らせたりするんですよ。ですから、言うことでどん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 私は言って広めると、どん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 中大戦争とか地震とか、あれもどんどんどん後ろに迫ってますね。本来これ2022年から2023年に起こってる地震とか出来事がどん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 今後ろに下がってるんですよ。私がどんどん言っちゃうから。で、それを後ろに下げてもしょうがないんで、もうどんどんどん起こってもらって、そしてもういらない人はどんどん消えてもらった方が、で、この旧約聖書とかで言う、まあ、もう5次元世界になって、クリーターヨガの世界になってもらった方がはっきり言って私としては助かるんで、もう私は自分の会で、十一呪術の菩薩をもう200人以上育成いまして、もう今実践段階に入ってるんですよ。十一呪術の菩薩が生み出されるとき、それはもう一つの文明の終わりであって、次の文明の始まり、西方の始まりなんですよ。そしてまた西方、増方、末法、最末法で、また最後の文明でまた、パープリンの人間が、世界の覇権を取って、また人工作業で初めてまた文明が滅びて、また次のクレーに戻る。だからこのサイクルが繰り返してるだけなんですよ。これがインドのベーダなんかに書いてあるんですよ。ですから、もうあんまり情報は言いません。ちゃんとうちの会に入って、そして、まあ講演会にまめに参加してたり、あるいは菩薩コースになって、そして十一呪術の菩薩に、育っていく。そういう人たちの、が中心になる、魅力の中心になるクリタヨガっていう世界が今度始まるんですよ。ですからもう新しい世界始めた方がいいんで、あんまりもう、お尻を汚すような人たち、ただわーわー騒いで、なんだか変な格好して、こんな格好して、なんか、次は地震がいつ起こるなんて変なこと、あ、なんだ君がこう言ったなんて、まあ、あんなの広めてるガキの 子供の言うことを広めて、なんか金儲けしようって YouTube、そんな人間はもうみんな消えてもらった方がいいんで、まあ、アナンダ君に関しては、彼の家系がアストロジャの家系で、おじいちゃんがアストロジャをやって、それを孫に言わせてるんですよ。インドに行った人だったらそれわかると思うんですけど、それで彼はエンタメとしてやってるんで、そんなものを日本人に全部広めて、そんな何も当たってないじゃないですか、あの子供なんか。まあ、それに対してアガセなんか、特にもう精度がこの半年前から上がってきてるんで、勝手にアガセの方で聞くと、遠くから何キロなんて、これまで35年やって出てこなかった表現なんですよ。ですから35年間研究して、いよいよそういうレベルに達して、私の育成している自由自由の菩薩たちが安心して次の時代に生き残れるような段階に入ってきたっていう。まあ、ここで自由自由の菩薩なんていう言葉もわからない人たちはもうはっきり言って消えてもらった方がいいっていうのは私の率直なラインなんで、まあ、これまでですから、講演会まで言ってたんですけど、まあ、講演会もある程度言いますけど、まあ、きちっと自由自由の菩薩たちだけに食事会で密な、まあ、一級の情報はやるようにしてます。まあ、前回、六本木で半年前に言ってしまった箇所があって、まあ、それが遅れて、9月に本来起こるものが、1月になってしまったと。そしてもう一つの、こっちは日本に、社会に大きな影響を与えそうなものなんですよ。まあ、それとももちろん、最新の科学で、まあ、地球号の位置とか、あるいは B 社がどこ工事したとか、まあ、あるいは、地震のですね、最新の研究家の、あれも全部、それも含めて、最後にこれに聞くとぴったり出てくるんですよ。ですから、最先端の科学や情報っていうのも十分、もう
ものすごい重要で、そしてこういったものも非常に重要で、そして最終的に出てくるこの情報を聞くことのできる価値のある人っていうのは、ちゃんと仏教を学んでる人とか、まあ、ベーダー学んでる人とか、まあ、旧約聖書ちゃんと、で、ものを話せる人とか、まあ、この旧約聖書なんかもう、欧米人はこれで全部、私はちゃんとした人間ですとの証明するのは、これをどれだけ教養として知識として持ってるかっていうのはそうなんですけど、今、日本人なんか、聖書も仏典も何にも読まないと。そんな、YouTuber の中できちっと、日本人は仏教の国なんだから、仏教について説明してる人なんか、全然いないと。それどころか、なんか、日本信徒に関しても、ちゃんと説明してる人もいないと。そんな人たちがもう、問題外なんで、だ生き残る人ってのは、3割どころが本当に、出口オンジャブの予言の時に、300万人とかそのぐらいになるかもしれませんね。で、その300万人で、次の日本が出身になる文明を、本当にハイテクノロジー時代ですから、人口が少なくても、日本が中心になって、本当の仏教で、まあ、世界を中心になるっていうのが、まあ、アガスティアとかの予言なんですよ。ですから、そこの、そういう中心人物になれるような、人間になれるような人になってください。そういう人には私の情報が自然に行きます。自然に行くし、私の近くにどんどん来ます。そうじゃない人はもう、くだらないなんだが、変な格好した人たちの言ってるところとか、なんか、聖書も読まない、仏教も研究しないような、そんな人たちの、まあ、くだらない、当たらない、ジョネトラダムスとか、なんかやってる人いますね。そんな人たちの情報の中で、まあ、聞いていってください。はい。もう結局、感度が高い人とも、私の前に集まってほしい、私の情報が本物だってわかるんで、はい。ということです。まあ、というところで、もう、駿河トラフ、坂道トラフ、要注意。その近辺も、もう、地球号も、歩いてるんで、要注意。もう、掘削してますよ。でも、このハープですか。あれの原理も下の動画に入ってますね、ショートに。あれですから、地下水に電磁波当てて、ブーッとして、ボーンと起こすのは、要は地球号で、プレートのここの部分に、細かい部分に、を爆発させて弱らせておいて、こっち側の、地下水にハープで、こう、バーッと当てて起こしたのが、思いっきり、もう都知事ですよ、皆さん。これも、科学でも、全然わかることなんで、もう、少しちょっと、いろいろ調べればわかることなんで、で、そういう全部の知識を集めた上で最後に場所と時期を聞くと、もう日時も全部指定してこれから出てくるんですよ。はい。まあ、この情報欲しい方は、ちゃんと仏教とか、聖書とかこういうものを勉強して、まあ、我々を、ビッグバンを起こして我々にこういう世界を与えたものが何を意図して、あなたっていう人間この時代、この世界に生み出したのかをよく考えて、それは仏教を勉強するため、自由の菩薩になってもらいたいためなんですよ。それは次の文明の中心になる仏教の学んで、それを人に教えることのできる、まあ菩薩になってほしいっていう、そのために、この世界にあなたは今生まれてるんですよ。で、それを学んでるのはうちの、まあメンバーシップなんで、まあそこに入って、ちゃんと学んでる人はもうみんな助かるんで、はい。そうじゃない人は助かんない。ただそれだけなんですよ。はい。まあせめて、アラハンコースにも入って、うちのサバイバルサーターなんか見れば、すごくいい情報あるんで、いざという時何すればいいかっていうのも、まあ、そこだけでも、ちょっとでも触れといた方がいいですね。はい。というところで今日は以上です。